これが楽しいよね、いろいろ見れるから。あ、やばい、くっつけて伸ばれた。これが固まっていってんねんよ、こう連なって。すごっ、こことかもほとんどカーテン。今日は最終日です。少し回って帰りたいと思います。レッツゴー、上行きます。ズルン、ふわふわすぎんねんけど。かき氷やん。かき氷よりもふわふわ。うわ、これやばない。これ落としたくないわ。だってこれ乗っけていく、これでもいいけどな。あー、落とすんかい。ここやばいね、見て、こっちキラキラしてる。こっから撮ってみ、こっちキラキラしてる。あ、ほんまやな。あ、かき氷はいかがですか。はちみつしまった。ブルーベリーにするの。ブルーベリーをちょっと味見してみてください。どう？シンプル。コーヒーやん。メープル。メープルが一番おいしいじゃん。普通に考えて。メープルおいしい。メープルおいしい。蜂蜜入れたらお菓子入れたり。はい。買いました。何神社やったかな。これ 何湖やったっけ。戸沢湖。はあ、沢湖。はい、はい、ただめっちゃ切れるやん。こっち向いて聞こえんのに。田沢湖、田沢湖に来ました。ならこう鳥居があったのでちょっと参拝していきたいなと思います。すごい掘ってる。え、すごい穴開いてる。え、すごい。お、映した映した映した。遅いわ。すごかった今上から。綺麗。山めっちゃ綺麗。大丈夫か？何しとんねん。どんな。めっちゃハマってん。うわ、めっちゃハマってん、足。うわ。やばや。あかんか。やば。おもろ。めっちゃ腕上げてるやん。一言。一言やから。こんだけ体あったのに。めっちゃ腕上げてるやん。それだけ。パツコ、パツコゾです。イエイ。当てるなよ。子供が当ててます。どうに。ちゃうくない。せやな。ここ手なんで離れしてるんですか。これぐらい。せやな。
逆向いて。すごい結晶になってる。映ってるかな。雪、あ、結晶、結晶になってる。すごい雪の女王やん。完全結晶になってる。カーカー言ってた。寒ないんかな、あのとこって。見て、手のひらに全然落ちひん。こんだけ雪あって、すごない？すり抜けてる。だから求めた時には手のひらにはこうやんねん、大体は。わかる？だ、歩いてる時とか知らず知らずに手に入るものなよ、自分の希望とか、その欲しいものって。手に入らんの、ほら見て、一個も入れん。欲しいと思う時に一個も入れん。そういうものやねん、人間は。多分な。だってほら、今喋ってる間も結構あったよ。10分ぐらい、いやそんなに言ってないけど3分ぐらい。手に入れへん、この雪が。求めてるのに。だから人間求めすぎるのは良くないってことやね。ちょっと見学に行きたいと思います。ちょっと見ていこう。大正時代はとか昭和の初期とかはここが小学校としては使われてたってことですよね。ほうほうほう、すごいよ。道路が今みたいに車はまずないのが、はいはい、町までいるのが、はい、そこしかないわけなので、はい、あ、歩くしか。最短の距離っていうのはやっぱり、はい、子供の足ではちょっとその辺に。ここが手洗い場やね。え、なんか学校の階段出てくるみたいな。昔や、ほんまに、うん、昔、うん、調理室やね、ここが。うわっ、うわわわわわ、ヘラ、しゃもじ。もうこの電気さえも昭和チック。カチンカチンってする。女子便利。あ、え、綺麗。使えるんかな。では男子便所。あ、体育館。体育館に行きたいと思います。体育館。うわ、広いな、うん、卓球したいわ。卓球はさすがに無理だ。あ、できんじゃん、卓球できるんじゃん。卓球やっていいんかな。ちょっと聞いてこい、卓球やっていいか。いろいろあんねんで。
体育館。よし、行こう。体育館がでも楽しいな。すいません、はあ、ちょっと歌っててもよかったんかもしれんけどな。はい、始めます。じゃあ今日の授業はですね、理科です。理科です。先生、字がちっちゃくて薄くて見えません。そうですよね。今皆さんがちゃんと発言できるかどうか先生は皆さんを試しました。すいませんね。はい、言ってくださった山口さん、はい、素晴らしい。皆さん拍手を。やばい、これ時そうですね、こんなにでっかいのにこんなにちっちゃく書くなんて意地悪ですよね。先生意地悪です。さあ、ここら辺で理科の授業は終わりたいと思います。理科の理は何と呼びますか。そう、王様に里、そういうことです。では今日は授業終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。大日本帝国、かっこいいな。大日本帝国。ここ、からふと、ふとって書いてるやろ。北方領土は？オホーツク、北方領土。中国。でも破れる。大事に扱うな。あ、見て、振り仮名乗ってるわ。かわいいな。お、破けとる。見て見て。風呂に入った時、よくお笑いなさなさい。あ、見えてきた。すごい。月に見えるな。太陽か。太陽やったわ。うわ、太陽や。直接見たあかんやつ。はい、ということで、秋田の旅、皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してね。山口秋田さん、バイバイ。お客様へご案内いたします。